春風の上に。ある日、魔法堂っていう不思議なお店で、牧畑山里香さんっていう怪しいおばあさんに会ったんだけど、本で読んでたあれにそっくりだったの。それでね、私言っちゃったんだ。牧畑山里香さんって本当して魔女。みそらし大花火大会、花火そう見えれば、花ちゃん花火見たいの。花火って何？花ちゃんは花火知らんのやな。え、花火って何？花火はね、お空にドカーンってお花が咲くんだよ。花？なんだの花？大きな花が空に咲くのよ。大きな花だね。わかった。クニチンミッチンの花ちゃんち。だって花ちゃん花火みたいなもん。立派な女性になってください。これは私からちょっとしたプレゼントです。